聖守護神はここに来て、グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、東京五輪開幕まで50日、切った。U24 日本代表選手の本大会域のコリオ、桁サバイバルは、すでに最終章へと突入し、いる。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこ、も簡単に視聴。 一ヶ月無料を試し実施中、今年に入り、3月には U-24 アルゼンチン代表と2試合を行い、そって3日には急遽という形ではあったが、日本代と対戦した U-24 日本代表。この3試合では、様々な戦が起用されたが、その中で森じめ監督、あるい、横内明天にアピールできたのは、誰なのか。そて、 18人という狭き門を突破するのは誰なのかの時点で東京五輪最終メンバーを考察する。GK、大阪圭介、谷照を沖優香な、そして鈴木彩炎の4人候補に上がるが、現時点で当格なのは谷だろ。湘南ベルマーレでも活躍する、同選手は U24 が全鎮代表との2戦目で非凡なパフォーマンスを披露し、評価を高めた。 本大会で、選手ご神に担う可能性が、決して低いとは言えない。この、無で長く、ゴールマウスを守ってきた大迫。日本代表戦の起用法を考えても現状は2番手。所属クラブでも、好調とは言えず、ここに来て、やブレーキを踏んでいる印象は否めない。沖、鈴木は J1 で主力としてプレーしており、実力的は、申し分ないが、現時点で、 本大会行きは微妙、ラインにあると言えるだろう。ただ、今月は残、2試合ある。ここで猛烈なアピールに成功すれ、停滞気味の大葉様をかわし2番手に踊り出るか、せいも、ゼロではない。最終ラインはオーバーへ、ジ、OA の吉田麻也、坂井宏樹は不動。そして富安健も問題なければ確実に、本大会行きをつかむだ、う。そこに、騎手、レオ。 小賀太陽、橋岡大輝、還元湯、町田裕樹がどう割り込むかということにな。が、中盤の板倉博氏は、センターバックができ、中、裕太も左サイドバックを務められると考え、と、最高でも生き残れるのは二人か。そうなると、岡と町田、小賀は現状厳しい位置にいると、こと、ざるを得ない。サイドバックとサイドハーフ、できる機種に、両サイドこなせる菅原の二名が、 OA に、富安と共に、最終ラインの戦力となる可能性、高い。ジページ、ここに来て、もうアピールしてい,い、のは <music>